どんどん進んでいこう。気をつけてね、足元。よいしょ。すごいよ本当に。頑張ったね。What's up everybody、りょうすけです。今日はねまた登山に来ました。ということで今おるのはここ。上高地、上高地って長野県になるんやけど、まあ、長野ともう岐阜のほんと県境みたいなとこなんやけど、この登山といえば前回、富山県のね剱岳っていう、まあ、日本でも結構最難関ぐらいのね険しい岩峰というかね、あの登山の動画をねみんなにお見せして、まあ、俺自身もめちゃくちゃ楽しかったし、まあ、いろんなね方から反響いただいて嬉しかったです、まあ、その中でねこう愛のある指摘というかね、ちょっとまあ俺も準備不足やって、ヘルメットを借りるつもりやったのがね、そのコロナの影響でヘルメット貸し出しがないとか、実際に持参すれば問題なかったしね、その俺の言い訳でもあるし、ちょっとねこの GoPro に関してもこうマウントつけずにね普通に行っちゃったっていうのは、まあ俺の影響力を考えたらねちょっと注意不十分やったなってことで、そういう愛のあるご指摘はね甘んじて受けさせていただいて本当にありがとうございますと。今日の登山もね、また楽しくみんなにその様子をお見せしたいなと思います。今日はねこれも見にしようかなこれ撮っちゃうのはこっち、けいちゃんでーす、はい、これかっこいいやろこのマウントとあとねこっち、こういう感じで装着していくんで、今日登り行く山は北アルプス奥穂高というところに行きます。今ここおるのはね実はもう上高地ってとこに入っちゃって、ここに入るまではね、マイカーでは来れないんでバスで来ると、まあ、こんな感じで来たんやけど、今日も2人で頑張るぞ頑張るぞ。上高地はね標高まだ 1500m で、ここが、まあ、国立公園にもなっちゃうとこなんかな。すごい自然豊かで、ほらいいとこやろ。今日登るね奥穂高っていうところは、まあ、この辺のね北アルプスで一番の標高ぐらいかな、日本で3番目ぐらいに標高が高い山ということで、結構登山家の方からもねすごい憧れの山ということで、皆さんが目指すようなね素晴らしい山でもあるんやけど、まあ、ここの上高地からね一気に 1600m ぐらいをガーッと上がっていくと。奥穂高もまあまあねやっぱ難易度も高いし、それなりにね体力も必要な、登山の場所なんやけど、今回の目的は、まあ、ケイちゃんをね山頂に連れていくというのが今日の目的なんで、今回はねその奥穂高の中でも、まあ、一番その比較的緩やかなコースと言われる、唐沢を通っていって、途中でねちょっとだけ険しいザイテングラートっていうところを通って、で今日は山小屋に一泊すると、明日山頂を目指すという、まあ、コースになってます。前回はねテント泊したりとか、まあ、今回も厳しくなると思うけど前回もかなり厳しかったんで、今回は山小屋の様子とかっていうのもみんなに見せれたらなと思うんで、楽しくね行ってみたいと思います。現在7時15分ということで、約ね休憩も入れて9時間ぐらいかかると。今日はねで荷物大きいのは持ってきたんやけど、まあ、大体ね重たいのは全て俺の方に入れさせてもらって、けいちゃんはね、結構軽食系軽いものなんで、山小屋なんでね前回みたいにテントとか寝袋とかそういうのもないんで、身も心も今めちゃくちゃ軽い状態なんで行ってやろうかなと。かっぱ橋敵やね、すごい平和今んとこ。山々見えちゃうのが穂高連峰かな。この辺は 3000m 級の山々がね連なっちゃう。撮影中、はい、わあいい感じ、気持ちいいなー。ピーカンではないけどね、気温としてはめっちゃちょうどいい、20度ぐらいやと思う。まあ、この辺は本当に普通の一般観光客の方もねハイキングに来るような平和な場所なんで、3時間ぐらい横尾っていうところまでは平坦なね道が延々と続くらしいと。ケ姫みたい。あー気持ちいい。
なんとあいにくな雨が降ってきてしまいました。あそこ猿がおる、猿が毛づくろいみたいな人だ。全然逃げないんだどうしたらいいどうしたらいいのどうしたらいいかわからん。お猿さん、どいて。こんなことある？全然どいてくれんねえけど。これ道の中央なよね。すごいね、お猿さん人間になりすぎて多分、うん、何にも恐怖がないんやろうな。ということで一休憩。今日はまだあと7時間ぐらいあるのかな、まあ、天気悪すぎてね、足元悪くなったり風強くなったらさすがにリターンするんで、そこは安全第一で。ちなみにね、富士山登るときには2300m ぐらいの5合目から、まあ、約 1000m ぐらいかな。で今日はね、その1500からわっと、長さと高さで言うと富士山登るよりももうちょい登るぐらいな感じかな。もうちょいしたら厳しいルートに入ってきます。相変わらず天気は良くはないけども、ちょっとずつね、あ、ほら日差しみたいな、日差しではないけどちょっとずつ明るくなってきたかな。晴れてきた、もっちょな。横を到着、ようやく今ここで行くのが、めちゃまだ遠い。ここまでがね、かなり緩やかな平坦コースの終わりってことで、ここからが本番よ。まだもう3時間ちょいぐらい経っちゃったけど、まだここから6時間ぐらいあるのかな。頑張るぞ。それにしてもね、天気はちょっと悪いけど、めちゃくちゃこら景観はバッチリやな。すごい横岩壁。おーし、橋だ。いいね、こういう橋。結構な坂の岩道が続いております。少し開けたとこに出てきたな。おお、今もう登り始めて5時間ちょいかな。まだまだやな。この先に次の休憩所がようやく見えてきた。長いなやっぱり。すごい登ってきたぞ。もうちょいで休憩所なんやけど、なかなかたどり着かんな。すげえ登ってきた。もうちょい。とりあえず、3分の2ちょい来た。唐沢ヒュッテ、標高 2310m ということで、まだまだ登っていかんといけないけどね。昼食タイムということで、今日の昼食は作るわけではなく、コンビニで買ってきたおにぎり3つ食うぞ。エネルギー補給や。さあ、じゃあ気を取り直して、今日の山小屋に続く道、最後の、道に進んでいくぜ。まあ、ここがね、今日の山場というか、今回の山登りの山場と言ってもええかもしれんぐらいのね、体力的にもきつさ的にもあるんで、気をつけながら頑張りたいと思います。こっからはね、結構岩もあるんで、ヘルメットつけて向かいたいと思います。問答無用にずっと急な坂、岩坂。さっき寄った、山小屋のところだいぶもう登ってきたよ。ただね、上が見えんのよね、ガス町から。後ろさえ見えないっていう状態やな。
ちょっとずつ見えてきた。岩だらけ。すげえここ、これ体力は結構いるけど、まあ、剣岳とかと比べたらね、今んとこ思ったよりめちゃくちゃ安全な道が続いちゃうと。もうすでに出発して8時間ぐらい歩いちゃおうからな。見て、在天けいちゃん、よくここまで来ました。やっと来た在天。ここがね、ああ在天グラートっていうところで、まあ、今日の山場というかね、鎖があったりとか結構険しいコースになるんで十分注意していきたいと思います。こっからはもう手で行くわ。かなり急なんでね、気をつけていこう。はい、よいしょ、よいしょ、高いぜ。よいしょ、うわすごいな、ふぅ、いいね、はあ、これまた違った感じで、すごいわ、すごい、すごいんやけど、崖、うぅ、気をつけて、雨やから滑りやすいんで気をつけます。うわ怖っ。さっきおった休憩場所、よいしょ、おー、切り立った岩場って感じやな。うわすごい、ほらめっちゃ上、ここは気が抜けないな。はあ、みんなこの急さわかるかな、すごいよね、傾斜角度60度ぐらいいっちゃうな。よいしょ、まだまだ続きます。うわあ、危ないねこの辺も。ほら、よいしょ、ザイデングラート、めっちゃ長く続くやん、なかなか終わらん。ああ長え。あそこが鎖でよじ登れたかもしれんね。なんじゃここ、どうやって登ってくんや。出たよみんな、鎖でまた断崖絶壁行くとこや。じゃん、剣岳のね、カニの横ばいつって断崖絶壁をこう横にね、なりながら行くんやけど、そんな感じのところなんで、ちょっとねケイちゃんのこの固定カメラで一旦撮ってもらうんで、どんな感じか見ちょってみんな。わあすごい、この時もう後ろになるんやけど、ほら、いやよいしょ、よいしょ、真下はね、もうこんな感じ、真上こんな感じ、よいしょ、うわしっかりつかめて、一歩一歩踏みしめる。そしたら大丈夫やろ。下は見ない。下は見ない。はあ、下見たらね、もうこんな感じなんで。こっちがすごいよ、さらに。よし。どんどん進んでいこう。気をつけてね、足元。よいしょ。よいしょ。なんかはしごがある。ケイちゃん気をつけて。はい、あーはしご、おー、とりあえず、はあ、鎖ばくりや、あとはこの岩場を越えていくだけかな。穂高小屋まで20分、もうちょいや。最後まで険しいぜ。よいしょ、お、見えてきた、ようやく山小屋や。あれもうちょい、ようやく今日のゴール。雨がめちゃくちゃ強くなってきた、早く行こう。
ちょっと雨がやばい。早く帰ろう。ゴール。あったまるね。やっと着いた。はあ、無事着いた。山小屋最高や。あったけー。ゆいちゃん、ここが俺らの今日の寝床です。初山小屋。晴れたし、朝日やばい。橋がやばいかも。奥穂高乗り越えれた自分に自信がつきました。うん。